らず出る。それをイーオドムーンは卑怯やって思わん？アナスタシア様、犠牲は出てる、これからも出る。大きく救うって決めた以上、小さく削れてくんは避けられへん。一つ考え違いをしてるぜ、アナスタシアさん。ん？大きく救うために小さい犠牲には目をつむるなんて俺は一言も言ってねえ。またバカなこと言い出して。それやったら最初のお城でやったことと変わらんやん。それに白芸の時も犠牲は出たはずや。夏樹君も一発の騎士になったなら。あの時戦って犠牲になった人たちには覚悟があったさ。だが町を勝手に戦場にされた人たちにその覚悟を問うのは間違ってる。覚悟完了してる奴らは同じ覚悟完了してる奴らが迎え撃つべきなんだ。それを常日頃意識して覚悟完了してるのが騎士ってもんだと俺は思う。だから俺は誰も犠牲にはしねえ、一個も手放さねえ。騎士だから譲れねえ、譲っちゃいけねえ。俺はエミリアの騎士だ。エミリアのために戦いたい。けどそれはエミリアだけを守れればいいって話じゃない。それだけじゃ満足できねえんだ。ユリウス、お前だってそうだろ。騎士って生き物はカッコつけで欲張りだからな。死ぬまで視線でカッコつけるさ。エミリアを変態から救い出す。暴食をぶっ倒してレムの記憶を吐き出させる。街中を不安がらせるシリウスを叩きのめして、カペラは土下座させて、変身させた人全員元通りに戻させる。それで都市を取り返して、ハッピーエンドだ。